山本太郎君はい、えー、令和新選組代表山本太郎です総理日本はアメリカの植民地ですか岸田内閣総理大臣、えー、日本はアメリカの植民地ではありません<上>山本太郎君総理北方領土は日本の領土ですか岸田内閣総理大臣北方領土は日本の領土です 山本太郎君。総理、北方領土が返ってこない、その理由を教えてください岸田内閣総理大臣北方領土をめぐっては、あ戦後、長年にわたり、えー、旧ソ連、そしてロシアとの間において、まあ、交渉を続けています。 残念ながら、その交渉において結論に至っていない、結果として、えー、北方領土は日本の固有の領土であるにもかかわらず、ーーこのー、まあ、ロシアーが現状を支配している、こういった状況が続いています。 安倍政権下で日露首脳交渉27回重ねてもなぜ領土が返ってこないのかってことなんですけど今答えになってなかったんですね答えすごくシンプルなんです日本がアメリカの植民地だからなんですね説明します資料 A12018 年12月日経プーチン大統領は平和条約締結に意欲を見せつつも米軍基地が作られる懸念から北方領土の返還は難しいとの見解を示した 独立国であるならば当然これ返還されたという領土に外国軍の基地を作らせないってことは可能なんですよ。でも植民地の場合はそうはいきませんね。資料の A2、A3。日本には決定権がないんです。アメリカ国務省広報局収支部資料合衆国の対外関係。1950年6月、連合国軍最高司令官マッカーサーによって書かれた文章。日本全域が 合衆国の防衛作戦行動のための潜在的な基地とみなさなければならないこれから旧安保条約の締結に向けたプロセスが始まる時期にですねアメリカの最高司令官が示した方針なんですね過去の報道によるとプーチン大統領がこだわっている一つの文章があるそうなんです資料 A5 外務省が冷戦下73年に作成したもの外務省機密文書日米地位協定の考え方 日米間の協議事項に係る外務省内での考え方が記されたもの、そこには、返還後の北方領土には、米軍の施設、区域を設けないとの義務を、ソ連と約束することは安保条約、地位協定上問題があると記されていると、外務省、この日米地位協定の考え方は公表されてますか、公表されてる、されてないの二択でお願いします。 外務省神戸康彦北米局長、お答え申し上げます。琉球新報社日米地位協定の考え方増補版を刊行していると承知しており、外務省はこれに該当と該当すると思われる文書を。 保有しております。外務省が保有する当該文書の中には、日米間の協議事項に係る当省内の考え方、両国間の協議の内容等に関する記述が含まれております。これらを明らかにすることにより、米国との交渉上不利益をこむる恐れ、または、米国との信頼関係が損なわれる恐れがあると考えられることから、外務省として当該文書を公表することは考えておりません。委員長山本太郎君。 はい。公表してないってことを丁寧に説明していただきました。えー、でも琉球新報は定価3300円で販売してるんですね。たとえ商品化されていなくても、不都合な真実は自ら公表しないという姿勢を貫いてらっしゃいます。資料の A6、この外務省機密文書、日米地位協定の考え方の別の箇所を見てみると、第1に、米側は我が国の私政下にある領域内であれば、どこにでも施設、区域の提供を求める権利が認められている。 我が国が米側の提供要求に同意しないことは安保条約において予想されていないと考えるべきである。これが日本の外務省の考え方なんです。資料 A7、地位協定21項どの区域や施設を米軍が使用するかっていうのは日米合同委員会で決めようね。こうなっているんですけれど、日本には断る権利ございません。資料 A4、だからこそプーチン氏。 北方領土を引き渡した場合に、そこに米軍基地を置かないということを、日米首脳で公式合意しろと求めてきたんですね。植民地がそんなこと言えるはずないだろうってことで、北方領土の返還というのは叶なわない状態にされてしまったと。どうして本気出さないんですかアメリカにもの言ってくださいよ。米軍が望めば、日本のどこにでも米軍基地を置けるルール。それを仕切るのは日米合同委員会。資料 A の8。 日米合同委員会は地位協定締結から数えても60年以上の歴史、これまで合同委員会の開催回数は何回なんですかってことなんですけど、余計な説明しないでくださいね、回数だけ答えてください、お願いします神戸北米局長、えー。お答え申し上げます、合同委員会の開催回数の詳細については、日米双方の合意がなければ公開されてないこととなっております。 1960年に設置されて以来、これまでに1000回以上開催してきております1000回以上、一体何を話し合ってきたのかな、これまで公表された議事録はたった4件、そのうち唯一まともな議事録の1件は、1972年、沖縄本土復帰の際、日本政府の秘密取り決め、5.15メモの主要部分、琉球新報が97年3月に入手した。 だから政府も致し方なく公開することになった。残りの3件どうなったんですか、議事録はってことなんですけど、私が今手元に持っております。資料 B の1から4になるんですけど、たった、たったこれだけの紙切れだそうですよ。60年1000回以上開催されたその記録が皆さんに公開されているのが、たったこれだけの紙切れ。不透明、ブラックボックス、憲法より上の存在、日米合同委員会でございます。 米国に要求されれば基地建設も基地から侵攻するっていうことさえも拒否できない、総理、米国が間違った戦争を進めるってなったときに、日本側は止められるんですか、止められるんですか、いかがですか大臣じゃあ林外務委員がおっしゃる、その間違った戦争という定義が必ずしも明確でないわけでございますが。 あの、もし事前協議のことを指されておられるということであればですね、これは当然のことながら、この事前協議においてですね、イエスの場合もあるし、死脳の場合もあるということでございます。山本太郎君。ノーとは言えない枠組みじゃないですか。そのように解釈しているのが外務省の秘密文書だったじゃないですか。買ってください、3300円出して、琉球新報から。米国言いなりの日本政府がノーと言えるかって話なんですよ。本当に言えるんですか 総理イラク戦争間違いだったと考えますかいかがでしょう。岸田内閣総理大臣。あのイラク戦争についてはイラクはその12年間にわたり類似の安保理決議に違反し続けし続けました、えー。我が国は安保理の決議に基づき。 えー、この各国によりこう取られた行動をまあ指示し,て、えー、したものであります、まあ、当時の日本政府の判断、えー、これは妥当性を失うものではなく、えー、政府として改めて当該判断について、検証を行うことは考えておりません山本太郎君、判断しないということでいいんですか、一言で言ってください、違う文書、ちょっと後ろ。 いやちょっと待って、違う文章出さないで、質問潰さないでください。ちょっと待って、て今の質問に対して、してちょっと待ってください。ちょっと待ってください。今の質問に対して、はっきりしなかったので、聞かせていただいてるんです。今の答えは、ちょっと待ってください。検証しないってことなんですね。で、これに関して答え出さないってことでいいんですか一言で答えられるでしょう。岸田どうしても、こうの作文を読もうとするんですか妥当性を失うものではないと申し上げました。委員長矢本太郎君。正義の戦争であったってことですか そういういことで,いいんです岸田内閣総理大臣。えー、我が国は、その国連,国連安保理の決議に基づいて取られた行動を指示いたしました、わ、えー、が国の判断、これは妥当性を失うものではありません。山本太郎君困るんですよ、そんなずれた感覚を持った人が総理大臣やってもらっちゃ、そんなずれた感覚を持った人間たちがこの国を運営したら、戦争に巻き込まれるんですよ。 イラク戦争はアメリカの偽情報から始まったんですイラクが破壊されたんです資料の A16 ハンスブリックス国連監視検証査察委員長イラクで700回に及ぶ査察を行った国連安保理に大量破壊兵器は一切見つからないと報告した人ですそれでもアメリカはイラクへの攻撃を開始した資料の A9 から15一気にいきます イラクに参戦したイギリス、チルコット委員会で7年かけて検証、間違いだったと認めている。イギリス、ブレア元首相、イラク侵攻間違いだったと。ブッシュ元大統領、イラクに関する情報の誤り認めてる。オバマ元,元大統領、イラク戦争、誤った戦争である。バイデン大統領、イラク戦争への賛成票は誤りであった。オランダ独立調査委員会、イラク戦争への参戦は国際法違反。アナン国連事務総長、イラク戦争は国連検証上からも違反である。これ 世界が認識改めてるんですよ、参戦した国でも。どうして、どうして今みたいな答えになるんですか、任せられない、あなたには、退陣してください、そんな人たち、何をやろうとしてるんです失礼じゃない、指、こうすればいいですか、じゃ山本さん、着席で答弁を聞いてください、岸田内閣総理大臣。これで終わっちゃうじゃないですかです質問の中意見になるか。 判別しにくい様子がありました質問と捉えます岸田内閣総理大臣終わっちゃうじゃないですか岸田内閣,<が>内閣総理大臣ご答弁くださいご、はい、答弁いただきすすいませんイラク戦争間違いじゃなかったっていうことをそのままじゃあもう総理大臣としてそれを認めるってことでいいんですね お話は変わらないんですね。イラク戦争は正義の戦争である。世界中がこれ、覆してるんですよ。当時の参戦国たちも。一言でお答えください。岸田内閣総理大臣。えっと、日本の政府の立場は先ほど申し上げたとおりであります。それから、委員の御指摘の様々な発言、これについていちいち申し上げませんが、 例えばあのブレア首相、これは武力行使の決定自体ではなく、あくまでも収集した情報の誤りについてのみ認める、こういった答弁であったと理解をしています。いずれにせよ、我が国の,の,その当時のえ判断、これ、今振り返っても妥当性を失うものではないと考えております山本太郎君、はい。ままとめますね大量破壊兵器があるという間違った。 情報をもとに戦争は始まったんですよおまとめ検証する反省するえ？検証し反省する主権さえもこの国にないということが今明らかになったと思います売国民予算に反対するこれ絶対通して駄目ですありがとうございます